皆さんこんにちは、こんばんは、のくまのっちゃんです。このチャンネルではガイドブックではあまり紹介されていない沖縄の名所や旧跡などをドライブしたり散策したりしながら紹介しています。もしこの動画をご視聴いただき面白かったとか役に立ったと思っていただけたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。琉球王国の時代、昭和史により王府のある首里城を起点として宿道と呼ばれる行動の基礎が整備されました。これは王府からの情報や命令などを沖縄本島の津々浦々までいち早く伝えるために整備されたものです。宿道は沖縄本島を国神、中神、島地の大きく3つの地域に分け、それぞれの地域に上がり回りと入り回りの2つのルートが作られました。また宿道は今の市町村にあたる間切りの役所である番所と番所を結ぶ道で、道幅は約 2.4 メートル、約4キロメートルごとに一律化が設けられました。1713年に書かれた琉球国由来記によると、一定の距離ごとに宿場を設けて、そこに備えた馬などで文書などを送る駅の制度を始めたともされています。今回紹介するのはかつて島尻法回し宿にかかっていたとされる六重橋です。六重橋は元は木造の橋でしたが、強風や大雨のたびに傾いたり流されたりしてとても不便でした。そこで昭慶王は1732年8月21日から約70日間の工期で、石細工4687名と妊婦11668名を動員して改修を行わせました。完成した橋の形はまるで虹がかかったようであり、また龍が誇っているようでもあると、人々はその雄姿を大層称えたと言われています。その後、六重橋は大正4年には自動車を通すためのコンクリートの二重のアーチ橋になりましたが、この橋も沖縄戦で破壊されてしまいました。平成3年8月の改築工事の際に、戦争で破壊されたと思われていた六重橋の一部が発見されたことで、現在の場所に移築し復元されました。それでは琉球王府時代を忍ばせる貴重な建造物六重橋を訪ねてみましょう。